人事部長ユーチューバーの長谷川瑞です今回ですねリアルのセミナー研修のですね価値っていうものについてお話をしたいと思いますでまあ、今のご時世やはりあのオンラインが中心ですもう私自身もお客様クライアント先との打ち合わせとかクライアントの勉強会とかなどもですねもうあらゆるものがオンライン化しております これはこれで非常に素晴らしいんです。えー、というのはやはり、まあ、移動時間お互いが移動時間がなくなったりとかですねその移動の経費こそもかからないとかですね、まあ、時間もおその分か,かかりにくいという部分もありますので、まあ、非常にいい効果的いい,いい面が多々あります。でまあ、とはいってもですねこのリアルのセミナーとかリアルの研修っていうものもですね あの今後よりり価値が増すすかなという,ふうに思っておりますでどういうところからか,かというとですね、まあ、もちろんオンラインでも複数人がこう参加するっていうことのその学習効果っていうのは非常にあるかと思うんですね。でそれをよりこうリアルで、えー、一緒にですね共に同じ空間の中で学び合うっていうことの価値っていうのがやはりこういろんな人たちと と学び合えるそしてその学ぶ姿勢をですねそこで間近に見れるというところがですね非常に効果高いかなと思いますだからそのセミナーとか研修のコンテンツこの中身に関しては別にオンラインでもリアルでもクオリティが高いものであれば質の高いものであればどちらでもいいと思うんですよオンラインでもリアルでも。ただやはり オンライン以上に非常に効果が高いのはリアルが高いのはですねこの同士ですね受講生同士で学び合えるそして学ぶ姿勢をですねそこで感じられるというところが非常に高いんじゃないかなと思います。でというのもですね、まあ、先日、まあ、あの私の息子今小学1年生なんですけども今小学1年生は、まあ、やはりこう 4月5月までがここ休校期間で、まあ、6月から少しずつ、まあ、授業をですね再開をしてで今はまあ通常通りの時間で,です、ね、展開をしておりますけれどもその時ですね、まあ、その時とか今か今日々宿題が出ます。 小学1年生でですね私の時はそういう小,小1の時に宿題が出たっていう記憶があんまりなかったんですけども、まあ、これはもともとあるのかもともとですね通常通りあるものなのかそれともちょっと横浜だからなのかちょっとわからないんですけども、まあ、いずれにしても毎日国語と算数ですね裏表の課題が出てきます。 でであと音読ですね国語の音読があるんですけどもまあ、それについて、まあ、今はですね、えー、その息子小一の息子に関してはキッズというですねまあ、いわゆる放課後に、えー、預かってくれるところがあるので、まあ、そこでちょっと預かってもらいながら、えー、今自分自身でですね、えー、国語と算数っていうのをやって帰ってで帰ってきてからまあ 私なり嫁がですねチェックをするという形です。まあと算数に関しては保護者が採点をしとかないといけないというのもありますので確認は取るんですね。でまあ今は割とこうキッズの中でやってくるんですけども以前はですねまあ、家で宿題をやってたんですよ。で まあ宿題大体風呂上がってからとかですねまあ風呂入る前とかですねまあ本当に寝る前とか寝るまあ少し前ぐらいにはですねやるようにしてるんですけどもでそうなるとまあ私が例えば息子と一緒に宿題を取り組んでいるときにまあこう一緒にやるわけですよね。 4歳の娘、保育園の年少なんですけども、4歳の娘がその姿を見て、ですね私とその息子、小1の息子の勉強をやってる姿を見て、ドリルを引っ張ってきて、ですね娘がですね、それで私もやりたいということで、ドリルをやり始めるんですねだから私は、あの小1の息子を見ながら、4歳の娘もちょっと見ながら、ですねそういうのをやると。 まあ、そういうのを見たときにこれリアルで、まあ、お兄ち,ゃんです、ね、兄ちゃんが勉強しているの姿を見ながらえ娘がですねその,、まあ、えその影響というかですね、まあ、影響を受けてかわかんないですけども、まあ、こう刺激を受けてちょっと勉強しようみたいなそんな感じになるんですよ。でこれはやはり 実際のその場にいてですねリアルでその部分を感じられるので4歳の娘もそういうふうなあ、ね、行動をとるのかなというふうに思ったりとかしてるわけですよ。だからこれってやっぱりこう企業の中の人材育成も同じでやっぱり勉強をしてる姿勢とか、まあ、研修をリアルに受けながらそして え周りの人たちを巻き込んでいくようなね、こういうようなことをある意味人事部門というか人事の施策としてやっていくっていうのは大事なことなんじゃないかなと思います。だからその研修のコンテンツ自体はこれまあオンデマンド形式でまあアーカイブとしてですね、こう録画したものを見れるという状態を作ることは簡単なんですよね。だけどもそれをこう自分その人本人任せでですね、じゃあ勉強してくださいっていうのもまあ。 でできるんですけど技術的にはできるんでしょうけどもでもこれってやっぱりこうねそ,そんなに人って、えーま、あの前のめりで学びたいとか勉強したいっていうね行動を取りたいってい人は意外に少ないと思うんですよ。だからやっぱり本人任せにしてしまうといやなんでこんないいものがあるのにじゃあ勉強しないのっていうふうになってもですねこれは本人の責任じゃないんですよ。 やっぱり会社側の、人事の施策、仕組みをちゃんと整えていかないといけないってことです。だからもちろん、通常の部分に関しては、まあそのオンデマンド形式、まあそういうあるアーカイブで録画したものをですね。ちゃんといつでも見れるような状態を作ることも、ありだと思うんですよ。 で合わせて時々会社の中ということであればですねリアルの勉強会も定期的に行っていくとでそうすると学ぶ姿勢がそこで見て取れるのでじゃあお互い、まあ、熱心なね学んでいる人がいればです、ね、ああいう先輩みたいなあ、ね、なりたいなとかですねそういうような部分を見せられるのがやっぱりリアルの場なんじゃないかなと思います。 まあということでですねやはりこうリアルでセミナーとか研修をするっていうのは同じ受講生同士でもう本当に前向きに取り組んでいる人の姿勢を見ながらですねえまあそこである意味刺激を受けながらえまあお互いね相乗効果で学び合っていくこういうのがリアルのセミナー研修の中では得られる価値なんじゃないかなというふうに思います。 まあぜひえー、ですのでそのオンラインももちろんやりつつリアルも時々やりつつこういうふうなことをですねうまくこうミックスしながら学ぶ姿勢、えーまあ、この辺のね意欲を学ぶっていうことの意欲を高めることってこれ簡単なことではないのでここさえ、ね、ある意味できれば学びたいなとか勉強したいなっていうことね、えー、そういう意欲が上がれば それはどんな職種だっったとししてても成長していくきっかけになるわけですよ、ね、だからそのどういうものをねどういうコンテンツを提供するとかそういうことよりも学ぶ姿勢学ぶ意欲を形成するような、ね、きっかけを作るそういう場を作ることがとても大事なんじゃないかなというふうに感じます。まあ、ということで、えーまあ、ぜひねあのそういうことを実践してみていただきたいなと思います。 はい今回は以上になります。ぜひ高評価およびチャンネル登録をお願いいたします。